さあ、スーパーマリオ RPG 続きやっていきましょう。メリーマリー村、ブッキーとピーチの結婚式、ぶっ壊します。キノとナンシーが結婚式を始めようとしたら、変な人たちが私たちを追い出したの。ブッキーたちだね。キャー、キノとナンシーが普通に結婚式してたんだ。これからブッキー様の結婚式を取り行うので、入れない。この扉は後ろで押さえているので、絶対話しかけないように。話しかけちゃうよ、そんなこと言われたら。めっちゃプルプルしてる、一人だけ。子供だ、かわいそうに。こんなに怯えちゃってるよ。話しかけないでくれって言ってたんで、話しかけようか。ここは通さない。亀が押しても通さない。裏口も通れないはず。裏口があるってことね。裏口どこでしょう。裏口ないな。あったわかりづら。あんなところに裏口があるんだ。さあ、お、これってクッパ軍じゃないの。結婚式のためにケーキを作っているの。絶対食べてもらうの。違うのかな。転職したんじゃないのかな、こいつら。今度の花婿はケーキを食べたがっているの。だから一生懸命作るの。ブッキーのことかな。転職してパティシエになったんだ。あ、そう。上では大騒動になってんだけど。お、待て。お前はマリオに似ているが、扉は押さえているので、亀でもヒゲでも入れないはずだ。故に、マリオではないのかも。何か言え。何にも言えませんよ。あ、ジャンプだ。いやいや、本物かもしれない。ブッキー様に報告すべきかも。あ、こいつの代名詞ってやっぱジャンプなんだ。あら、開かない。とりあえず開けないとブッキー様に報告できない。ちょっとこっちへ来い。何？ここから一緒に走って体当たりしてください。お願いします。急に敬語。距離を置きたい時の男か。ああ、そういうこと？いた。やめてよ。一緒に行くのね。はい。あ、ダメだ。はい。ダメだ。当たんねえんだよな、思うように。これ、ああ、いかない。これいった！オッケー！これで当てた。さあ、通したぞ。おお、一気にいった。行っちゃおう。あ、ダメか。ブッキー様はマリオが来ました。来ましたと言われて慌てるような風呂の入り方はしておらん。風呂の入り方で変わるか。とりあえず今すぐ扉を閉めるべきだ。マリオが来たのね。こっちを早く助けて。助ける。あ、まただ。またやられちゃった。もう通さない。でも、亀とヒゲだと自信がない。亀とヒゲ。あー、クッパー、お前一応亀か。しょうがない、また我が輩の出番が来たようだな。お前一人で大丈夫そうだけどな。今度は我が輩のグレートパワーとお前の超弱っちパワーでここを開けるのだ。いいでしょう。さあ。泣いてる。泣いちゃってる。指パッチン2回ね。いいね、クッパとは息が合う。あ、飛ばした。危ない。めっちゃ飛んだ、なんか。痛ーい。あ。あ、いろいろ取れてるわ。ティアラとかも取れてない？ない。靴と指輪とブローチと冠を落としちゃった。大変だ。ブッキー様。すまぬ。何に気を取られてたんだろう。さて諸君、やっと花嫁と結婚式場に到着した。今日この頃。ん？花嫁どうした？ん？目がかゆいのか？ん？この水は。飲んでる？しょっぱい。うわ、きっしょ。新手の清水プレイやん。ブッキー様、花嫁は泣いてるのかもしれませんよ。泣く？泣くとしょっぱくてまずいな。わ、最高やん。至極まずい。しかし、なぜこれほどまずいのだ。いえ。
花嫁は飾り物を落としてしまった模様です。自分で拾え。ははーん、こんなにまずいとケーキもまずい、マリオも来るとなおまずい、最悪だ。来てますけどね、もう来てます。ブッキー様、早く飾り物を探して結婚式を進めるべきです。そのうち美味しいケーキも到着するかもしれませんよ。作ってるもんな、今下で。そうするのも悪くない。ではお前らで飾り物を探せ。そうですか。わわわ、強引だな。ブッキー様、ブッキー様は右側です。花嫁が左側です。わざとやってみた。あ、そういうのあるんだ、知らなかった。結婚式したことねえもんな。貴様ら、なぜ練習の時に言わん。ああ、そういえば練習の時も逆だったな。なんか、うまいこと伏線張ってるやん。ワンピースかよ、これ。ブッキー様は指輪を見つけました。あ、ブローチ。ブッキー様はブローチを見つけました。あ、靴だ。ブッキー様は靴を見つけました。ん？もう一つなかったか？そうだよね。冠が見つからない。さあ、大変。ろうそくが全部つく前に、アクセサリーを取り戻して、ピーチを助けよう。早く助ければいいことがあるかもしれない。そっか。冠だよね。ちょ、邪魔だな、お前ら。おお、残りの一つを見つけるので、これをブッキー様に持っていけ。ああ、こいつらに話すともらえんのかな？話そう。はい。ブローチ。冠がねえぞ。おお、残りを一つ見つけるのよ。オッケー。指輪。さあ、冠どこに落ちてるだろう。この辺あったりするかな。ないな。乗れるんだ、これ。ダメ元でジャンプしてみたけど。ちょ、とりあえずこれ渡す？おお、飾り物か。しかし、どう見ても、ボキの目には3個しか見えない。あと1個探すべきだ。そっか。あれ、これ、こいつ冠被ってたっけ？これじゃないのか？おーい、オッケー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 。偶然見つけたよ。おー、飾り物だ。しかし、よく見ないでもお前はマリオ。やっと気づいたか。ようやく邪魔をしに来たように見えるが、この先、ボキは考えていない。練習してないもんな。クッパ。マリオ？あれ？冠ちっちゃくなってない？え？もっと、ブッキーの頭の上にあった時は大きかったよね。もしかしてピーチって、顔でかい？やっと来てくれたのね。ビビってるビビってる。あ、クッパがいるからかな？なんでクッパはこんなところで、マリオと一緒にいるの？まあ、我が輩にもいろいろ複雑な事情があるのだ。でも、マリオのそばにいれば安心ね。はい、いつものお礼よ。え、何？いつものお礼？マリオだけとはずるいぞ。今回は我が輩にもお礼をよこせ。ちょっと、鬱陶しいなぁ。あー、もっと鬱陶しいのが入ってきた。うん、その戯れ方は誠に興味深い。簿記も入れるべきだ。もう何が何だかわからなくなってきたわ。オタサーの姫みたいだな、こいつ。こいつ、キノコ王国の姫じゃなくて、オタサーの姫じゃん。とりあえずマリオ、はい。ああ、こんなこといつもやってたっけ？あんまマリオやったことねえな。おい！なんてことしてくれとんねん。下に潜り込んでからさ、やべえこと始まんのかなと思ったけど。あらあら、みんな仲がいいのね。何やっとこいつ。マリオありがとう。さあ一緒にキノコ城へ帰りましょう。大臣が心配しているわ。普通に帰れんの？めっちゃ落ち込んでる。大変大変お待たせしましたの。来たぞ。できたんだ。美味しい美味しいケーキが完成したの。早速届けに来たの。新郎新婦は？どこ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 。いないぜ今。ああ。花嫁がいない。花嫁を連れてっちゃうの？そうだよ。そしたらケーキが食べてもらえないの。ああ、そんなの。でも本番やってた奴らいるじゃん。
ちゃんと。あ、戦うんだ。こいつらクッパ兵団じゃないの？ダメなの、ダメなの。弱っ。ダメなの。ガーズ。弱いな、こいつら。ゼロ？ゼロ？どういうこと？ケーキ？これケーキが敵？ケーキだ。おーおーおー、やっぱノコノコたちには入らないな。ダメなのダメなの、やかましいわ。柔らけーってか、全然攻撃が軽いな。99。OK。なんかケーキが微妙に顔っぽくなってねえか。これモンスターか？動いてるよね。ポカポカポカ。あ、仲間割れ。急に。痛い痛い。いきなり何をするの？国長、動いたの？今、ケーキ動いたの？すごいな、こいつら。動くケーキ作れるんだ。ソルソルの実食ってんのかな？お菓子おかしいなとか言っちゃって。動いたよ。動いてるよ。気づかない？嘘言わない。動かないね。コック長が見たら動かないね。動いた。こういうのは大概動かないで終わるんだけどね。あー、逃げちゃった。あー、じゃあこのケーキ戦か。こっからてか、ブッキーとは戦わないの？この後かな。ボコスか A で攻撃してロウソクを消す。オッケー。どうや。行って行って、ガード。ロウソク確かに消えてんな。消える？消える。さあ、行ったか。上が消えた。まだこいつが本番か。結構硬いな。結構硬いね。砂おこし、砂嵐だ。砂おこしはバンギラス。オッケー。恐怖になるとちょっと攻撃力下がるんだね。さあ、じゃあそういう時は復活ドリンクでいいだ。復活ドリンクでいいだ。サンキュー。いた。こいつ結構硬いね、マジで。あ、恐怖が消えた。なんだ、突然だが、ちょっと待つべきだ。何？これはブッキー様に食べられる大事なケーキ。勝手に食べられては顔に泥を塗られてしまう。食べるの？乗った。おい、イチゴ、美味しいケーキとはどこのどれだ。乗ってるよ。今君がお立ち台にしてるものだよ。ブッキー様、ブッキー様、あなた様の足元に存在する物体が 70% の確率でケーキだと思われます。 30% は違うと。はあ、東大元暮らしはこのことか。さて諸君、これからが大変だ。なんだ？どうやってこのケーキを食えば一番うまいか。バクッといっちゃえよ。ボキは煮て食うのがいいと思われる。2号なんとか言え。煮て食うのはね、ダメだと思うけど、とろりとしてうまいと思う。ケーキは一気に一口で食べるのが礼儀です。いや、そんな礼儀はないよ。何、一口で食べろとおっしゃるのか。急に敬語だ。結婚すると一言で言うのはたやすいが、実行するのは命がけ。いや、別に、結婚はなんか、ウェディングケーキとはそこまで結びつかないよ。まあ、もちろん結びついてるけど、結婚イコールウェディングケーキではないよ。今の心境を語るんだろ。バンジージャンプの最中に紐を付け忘れた時の気分に出る。最悪じゃん。 C じゃん。今ケーキのやつ動かなかったか。気のせいです。またもや脳裏に不安がよぎる。マジで食うの？食った。泣いた。想像をはるかに超える美味しさ。この気持ちを表現するためにとりあえず泣く。やべえなこいつ。
プキ様おめでとうございます。無事結婚式は終了しました。諸君ありがとう。これで心置きなく帰るとしよう。何やねんそれ。あらら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 、よかったですね。これで終わったんだ。はあ、もう散々な目にあったわ。やっと助かったのね、マリオ。さあ、今度こそ帰りましょう。普通に帰れんのかな。でも私は誰と結婚するべきなかと、なのかと思う、今日。この頃。あら、嫌だ。でも誰とかしら、結婚するのは。名乗りを上げたね、今。キノコ城のお姫様、ピーチが仲間になりました。よかったね。彼女を無事お城まで連れて帰ろう。オッケー。意外と髪型キモいよな。さあ戻ってきたキノコ城、懐かしいね。久しぶりに来た気がする。さあ城に帰りましょう。お出迎えありがとう。マリオさんお帰り。戻ってきたよ。姫、ただいま。今回はマリオとお友達に助けてもらったの。そういやまだマロとジーノと絡んでないな。早速大臣にお知らせしなきゃ。姫もマリオさんも大臣のところへ。もちろんよ。さあマリオ、大臣のところへ行きましょう。てかクッパが入ってきてんだけど大丈夫かな。クッパは来ちゃまずいんじゃないのか。大丈夫か。姫が帰ってこられました。よかったね。おお姫、よくぞご無事で。皆さんには心配かけてごめんなさい。でもマリオのおかげで無事戻ってこられたわ。よかったね。なんか天を仰ぎがちだよねこいつら。ささここで話すのもなんでしょう。上へ参りましょう。上っていうのは玉座のところね。マリオ改めてお礼を言うわ。本当にありがとう。ピーチって何歳ぐらいなんだろう。今思ったけど実は結構年なんじゃないね。全然結婚できない痛いおばはんだったりすんじゃない。だからこんなヒゲの親父とつるんでんじゃないの。でも話してくれる？なぜあなたがクッパと一緒に。クッパ、マリオ殿がなぜクッパと。いますよ。またまたマリオ殿、クッパに変身して今度は何を始めるの。本物ですよ。おや？そりゃそうなるわな。大臣、もう大臣の怯えポイント定位置やんそれ。なあ、怯えたら絶対そこ行くだろお前。みんなも安心して、今回はマリオがそばにいるじゃない。そうですな。マリオの安心感すごいね。絶対的だ。そうそう、クッパもいる。そろそろ説明してちょうだい。あなたが言ってた複雑な事情って何なの。そんなこと言ってたっけ。むむ、城が取られたなどと言えない。どうごまかそう。Gのマロ。お、マロが慰めた。お久しぶりです大臣。ピーチ姫、みんなで説明をします。姫、クッパ、マリオさん3人を吹き飛ばしたのは地響きの跡。クッパ城の上空遥か彼方にあるスターロードを破壊してクッパ城にぐっさー倹約をやってたんだ。すんごいジャンプしてたねと刺さった一本の剣だったのです。そしてクッパ城はその剣の持ち主のカジオーと呼ばれる悪者に乗っ取られてしまったのです。だから我が輩は今宿なし極楽トンボだ。違う、今から取り返しに行くところなんだ。行くってカタカナで書くな。取り返しに行くところなのだが、マリオはどうしてもクッパ軍団に入りたいというのでしょうがなく入れてやったのだ。違うよと。あー、ピーチは分かってくれてるのね。大丈夫、分かっているわマリオ。で、こちらの方、マロさんは、なぜマリオと。パパとママにふかふかしてもらうために、マリオさんを手伝いながら、旅をしているのです。
僕はパパとママを探しているんです。まあそれは大変。早くパパとママに会えるといいわね。ね、こいつカエルじゃねえからな、神様だからな。神様のパパとママだからな。もうイザナギとイザナミじゃない。どうだろう。で、こちらの方、ジーノさんはなぜマリオと？僕はカジオに壊されたスターロードの修理人。しかしスターロードを直すためにはスターピースが必要なのさ。スターピース？そうです。どうやらそのスターピースを集めてスターロードを直さないと願い事の叶わない世の中になってしまうらしいのです。まあそれは大変なの？うわ、姫だから願い事何でも叶うんだ。うわ、いやいやわー、ずっこけ。うん、それは例えばピーチ姫がクッパにさらわれた時もマリオが助けに来てくれなくなるかも。あ、まあそういうのもあるのか。それは我が輩にとって都合が良い。そのなんとかを集めるのはやめだ。でも城は戻らないよ。そんなことになったらクッパ、あなたも自分の城に帰れなくなるんじゃないの？そうだよ。が、むー、マリオが来なくなる。我が輩の宿なし生活が終わる。マリオが来なくて宿がある。宿が来なくてマリオがある。ん？おかしなってるやん。手品見せられたチンパンジーみたいになってるやん。とにかくみんなの希望が叶わない世の中なんてごめんだわ。早くスターピースを集めなきゃ。そうだね。姫、まさか姫は一緒に行こうなんて考えてないでしょうな。一緒に行くだろう。この大臣やキノピオたちの心配の種をこれ以上増やさないでください。そうね、ごめんなさい。ほら、ひとまず部屋に帰って休みます。ちょっと疲れちゃったみたい。そうだね、意外とあっさり折れたな。それではマリオ、マロ、ジーノ、そしてクッパ、頑張ってね。いや、これはついてくるパターンだな。意外とあっさり引いたけど、さてマリオ殿のおかげで姫も無事帰ってきてこの世は安泰だと思い、もしやひょっとしてこの前城を襲ってきたのも？そうだよ、カジオ軍だよ。おお、なんと大臣、またまた心配になってきました。姫を連れ帰ってきてくれた上でズーズーしいとは思いますが、そのカジオとやらを早くやっつけてください。大臣、3度目のお願いです。まあそのつもりだよ。ピーチ姫を無事送り届けたけれど、彼女はキノコ城に残ることになりました。あら、そう、無理やり連れていくんじゃないの？無理やり連れてったらダメだな。それはあかんな。さては次どこ行くんだろう。マリオ、この声は、お、ムービー、みんなで見てる。あ、上、ピーチ腕短いか。ジャンプ最強なんだよね、このパラソル。この傘最強なのよ。仲間になる？お願い、私も連れて行って。いいでしょう。大丈夫、バーヤが手伝ってくれたから、私がいないなんて誰も気づいてないの。さあ、スターピースを探しに行きましょう。でもどこにあるのかしら、見当もつかないわね。マリオさん、こういう時は何？こういう時は僕のおじいちゃん、カエル仙人に聞いてみるんです。きっと知っているはずです。お、そうかそうかそうか。またケロケロ湖に行くのね。じゃあ行きましょう。私も頑張るからよろしくね。よろしくね。やっぱりピーチは再び仲間になりました。よかったね。さあ、控えが増えることはいいことだよ。さあ、いました。ケロケロ仙人、カエル仙人だった。寂しいもんじゃ。おやつでも食べて気分を変えたいの。帰ってきたよ。そうなんだよね、忘れておったよ。コオロギせんべい、お使いご苦労さんね。それじゃおだちにあげちゃおうかな。そうじゃ、わしがマロぐらいの年の頃使ってた杖をあげちゃおう。何それ、ケロケロの杖じゃ。大事に使ってね。確かに渡したよ。
大事に使ってね。あれ？装備。これは、ケロケロの杖。弱魔法攻撃力が上がるとかじゃないんだ。さあ、ケロケロ仙人。ケロケロ仙人じゃない、カエル仙人。おじいちゃん、スターピースについて何か噂を聞いてない？おお、マロや。ちょうど流れ星の最新情報をキャッチしたのよ。星の降る丘に、おっきな星が降ったらしいのね。スターピースだといいね。希望か。なるほど、あそこなら確かにスターピースが落ちてきそうだ。知ってるんだ。よし、早速星の降る丘に行ってみよう。星の降る丘か。これだけね、おじいちゃん。お役目ご苦労というところで、じゃあ星の降る丘。もうまんまだもんね、名前が。そこ行きましょうか。で、メリーマリー村、来た。星の降る丘ありました。もう丘っていうか星じゃん。星自体じゃん。これ拾える？拾えない。うわー、怪しい鍵穴のある星。これ看板見よう。この先メリーマリー村。花に話しかけますと星の扉が開きます。花？どういうこと？ありました。これ話しかければいいのかな。調べる。 OK。 そういうことね。お、ここが星の降る丘。スターロードで星となった人々の願い事が流れ星となって地上に降りてくる場所さ。めちゃくちゃ神聖な場所やん。しかし、スターロードがカジオに壊されたためにまだ叶っていない願い事まで落ちてきているみたいだな。さて、カエル仙人に聞いた話ではこの丘のどこかにスターピースが落ちたらしいが、さあマリオ、4つ目のスターピースを探しに行こう。 OK です。なんか喋りそうだな。コオロギ羊羹を食べてみたいのよね。あ、お使いイベントですか。調べる。あ、これか。あったんじゃない。あったあったあった。ボスとは戦わないんだ。あ、まあブッキーと戦ったからってことかな。綺麗なスターの形してるからさ、なんか、かけらって感じしないよね。さあ、4つ。残すところあと3つだ。綺麗だね。やはり、スターピースはここに落ちていたんだな。さて、次はどこに？確かこの先に、リップルタウンという町があるはずよ。海辺の賑やかな街らしいから何か情報があるかもしれないわ。行ってみましょうよ。行きましょう。物語が、マロが絡んでこないな。残るスターピースはあと3つ。随分遠くへ来たけれど、まだまだ旅は続きます。思えば遠くへ来たもんだ、言うてな。リップルタウン。下にナンパ船みたいな、壊れた船があるね。さあ、海辺の町、アイテム屋があるな。ちょっと見てきますわ。海の真ん中に海賊船が沈んでる。そこには海賊の何？そこには海賊のジョナサン・ジョーンズが住んでいます。怖いよ。 JJ だ。ジョナサン・ジョーンズ JJ だ。中に入ってもつまんないよ。気にしないで。気になっちゃうなぁ、そんなこと言われちゃうと。ただ、どこに行こうか。お、気なすった。よくもまあ気なすった。俺が長老だ。この町で一番偉いんだぞ。分かってるか。そしてさらに偉くなるためには目上の人が喜ぶようなご機嫌取りをしなくてはダメだ。というわけで流れ星は海に落ちたのだ。早く行っといで。さては海行くっちゅうことは一回またこっちから出るのかな。そしたら海に行けるとかそういう感じじゃないですか。これまでのパターンだとそうだよね。そうだ、海。さあ、クラーケンがめちゃめちゃいそうな、あのナンパ船のところに行くんだろうか。
これ敵だよな。話す敵じゃない。おや、人間が来るのは久しぶりだな。いらっしゃいませ。何かをお望みで？何をお望みで？ほう、来ました。装備ありますか？ぶん投げグローブ。マリオをぶん投げて攻撃します。わー、荒っぽいな。おー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 おお、来た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 。レベルアップ。オッケー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 。いいね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 。オッケー。ギリギリぶっ飛ばしたね。スーパーファイヤー使わないね。絶対使わないね。攻撃のみ。君も攻撃のみ。君は魔法で行こう。ムキムキピーチっていうのも面白いな。ムキムキピーチ面白いな。こっから行けるかな。行けた。ではもう土管入っちゃおう。来ました。なんか書いてあるよ。公開日誌の1ページがある。もうおしまいだ。巨大なイカの化け物が襲いかかってきた。あと数分でこの船は沈没してしまうだろう、うん、襲われた時の日誌だね。 OK。 次 J って書いてあるな。箱に我々は、あ、そっか、ジョナサン・ジョースターじゃなくてなんかそういう名前だったな。 JJ だったな。我々は宝の倉庫に例のイカの化け物を閉じ込めることに成功した。船は宝ごと沈んでしまうが仕方ない。うんうんうん。倉庫かにいるのか。もう早速ボスっぽいっちゃボスっぽいよな。公開日誌。倉庫をうかつに開けられないように6つのキーワードで鍵をかけておいた。さらにキーワードを6つのヒントに分けて。そういうことか。6つ。それがを探さないといけないんだ。はい、読みます。6人のヒントを解かないと分からないようにしておいたが、6人がバラバラに考えたので我々以外開けられないかもしれない。そっか、その人たちを探さないといけないのか。上はいけないのね。6人か。人がいるのかな。おう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 。どういうことだろうこれ。そういうこと。ここ来た。 OK。 ヒントだ。探検隊インディゴのメモ。点々のつけた音は一つだけだ。点々のついた音は一つだけだ、うん、これがヒントね。ここ OK。 ありがてえ。冒険家インディのメモ。かがどこかにある。第二探検隊インディゴ2のメモ。すが頭。あのね、あのね、ヒント教えてあげる。キーワードはね、お魚にね、関係のあるね、言葉みたいなの。キーワードはね、6つの仕掛けをね、全部解かなくてもね、推理することがね、できるのを頑張ってね。捜索隊オニキスのメモ。象は食うのを前にある。最後の文字は、うんだ。俺の予想だと水族館なんだけど。これでどう？ここに言え。マリオの作ったキーワードは水族館。当たったね。正解だ。通してやろう。ただし、俺様を倒してからだ。戦うか。うわ、気持ち悪い。キモキモキモ。三人技いっちゃおう。全体攻撃。シューティングスターショット。これが強えんだわ。
OK。 強いね。ナイスガード。ああああ、ななななななな、な、恐怖におののいてる。あ、恐怖におののいてるからあえて投げないんだマリオのこと優しいのね、クッパくん。飛ばされた？もう来た。来た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 。タコツボゲッソー。タコツボにいるゲッソー。じゃ、本体狙った方がいいかな。だだ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 だ。よし、倒した。まだ足が残ってるな。おお、消えた。オッケー、難なくいけましたね、レベルアップ。その脳みそを、これで倒したってことかな。おいー、結構ジャンプ力あるな、確かに。お、海賊か。え、なんだてめえは。 JJ だ、そうだ、 JJ 倒してないじゃん。何、星を探しに来た。残念だったな。あれはこの海に落ちてきたもの、すなわちこの海で最も強い男であるジョナサン親分のものなのさ。もっと残念なことを教えてやろう。てめえはここを通れないぜ。うわ、逃げた。こいつ強いぞ。上の仲間に報告だ。いけいけ。よし、どこだ、侵入者はどこだ。みんなで来た。いないぞ。逃げたか。これが上の奴らだったのか？あそこだ。帽子はライフセーバーだけどな。お前ら実はいい奴なんじゃないのか？これでもくれ。ジャンプジャンプジャンプ。おお、オッケーオッケー。ナイス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 。いやいや、避けるとは卑怯な。避けるやろ、普通に。いるね、結構。あ、もう来やがった。だがここは簡単には通さないぜ。どうしても通りたいんなら力ずくで通ることだな。オッケー、全員倒したぞ。むむ、あんたは強い。よかろう、ジョナサン親分のところへ通してやる。さ、本題はジョナサン親分だもんな。行こう。あ、かっこいいね。ほほ、お前がマリオか。大活躍らしいな。これ過剰軍なのかな。このスターはな、俺の海に落ちてきたんだ。つまり俺のもんってわけだ。別にお前にやる気はねえ。欲しいなら腕ずくでってことさ。口の中に顔ある。あ、そうだね、カジオ軍っぽい顔だもんね。じゃあまずは三人技ぶち込んでいきましょう。バンダナブルーだ。はい、では行くぞ、ジョナサン・ジョースター。このデコボコ三人組の三人技を受けてみろ。いい感じ、いい感じ。まずはジョナサン。いた。チクッとするね。あー、ちょっと早いんだな、タイミングが。ナイスガード。それはガードできる。全体攻撃を成功させたいな。よしよし、それで周りのやつらを削っていこう。サメ肌ちょっとやばそうな技だ。
気持ちいい、ありがてえ。よし、よし、だ。硬いねーって言ったら倒したね。攻撃、ほぼ攻撃のみ。まあ、3人技は使ったけどね。いけました。やったー。物理。物理上げていくだけでね、十分強くなるね。さては、ムキムキピーチ姫、作っていきましょう。さすがやるな。よし、このスターはお前のもんだ。男同士の勝負の証、受け取んな。気持ちのいいやつだな。カジオ軍だよね。カジオ軍、どういう経緯でなったんだろうか。もともとカジオ軍団だったのかな。この海に最近来たのかな。謎が謎を呼ぶ。さあ、残り2つ。結構来たね。黄昏れてるな。ふ、あんたのパンチ結構効いたぜ。どうしても欲しいって気持ちがこもってやがったぜ。それだけ必要なもんだったってことだろ。さっさと行った方がいいぜ。行きます。じゃあ行かさせていただきます。さあ、ワープ、ワープって書いてあるけどね。ただジャンプするだけでしょう。キキキ、ご苦労さん。星が見つかったようだな。そうだよね、こいつらおかしいんだよね。しかしここまでだ。お前はまんまと騙されていたが、実は俺は、あ、こっちか。カジオ軍団の一人、ヤリド・ビッヒ様だ。驚いたか。まあ無理もない。明るく楽しい住人のふりは完璧だったからな。いや、バレバレだったよ。お前が星を集めていること、カジオ様が気にしてらっしゃる。それを持ち帰れば俺は大手柄。これが上司に気に入られる秘訣。抵抗しても無駄だぞ。さあ、星を渡せ。断るよ。そうかい。では本物のリップルタウンの住民はどうなるかな。あ、人質にとってんだ。あ、そこにいたんだ。なんじゃ、何をする気じゃ。やめてくれ。いい。あ、どうした。罪のない老人がこれ以上くすぐられるのはかわいそうだな。あ、くすぐってたんだ。じゃあもう仕方ないか。人質取られたらね、しゃあないよね。持ってかれちゃったよ。キキキ、自分の手を汚さずに欲しいものを手に入れる。最低なやつだ。俺はなんて頭がいいんだ。そりゃ出世もするわな。よし、城に戻るぞ。そろそろ迎えが来てるはずだ。うわ、最悪だな。ちょっとまた雲行き怪しくなってきたけど、まあとりあえず今日はここまでにしたいと思います。結構取ったんじゃない。星結構取ったよね。3つ2つくらい取ったかな。うん、進んだんじゃん。ほんじゃ、荒らした。